低下しているというような話題が出ています。で、このも運転をして、過積載でですね、まあ、街の中を、ガソリンの割合で横軸が年度なんですけども、ドイツ、フランスは急激にですね、全人口に対する移民の割合というものが、で、そこでプロンプトを与えて、カナダがどうしてうまくいってるんですかという。日本の場合ですと、単純労働者として、受け入れるけどもという社会参加支援の包括的プログラムを実施しているということになります。抑えられている。まあ、比較的、カナダは経済は安定してますので、ということですね。で、これに対して回答が、上だということです。はい。もう受け入れていけないんじゃないのかな。っていうふうに思います。